ジュニア料理選手権は生活情報誌のオレンジページと味の素が実施しているもので11回目を迎える今年は思いを伝える幸せご飯のテーマのもと全国から1万4000作品の応募がありましたこのうち石垣中学校の2年生4人が考案したレシピが6作品が選ばれる一次審査を突破し 今月3日にオンラインで行われた二次審査に挑みました4人は南の島からの贈り物うむずな飯とアーサの茶碗蒸しと題したレシピを披露島の海岸で採れる小さなタコの炊き込みご飯と アーサーを使った茶碗蒸しを実際に海へ取りに行ったエピソードを交えて紹介し部活動でいつも応援してくれる母親へ感謝の気持ちを込めたレシピとして発表しましたそしたそて審審査査の結果のの <laughs> 見事最終審査へ進む上位3作品に選ばれました。 地元の食品を生かして料理をすることができたので、最終選考の神奈川でも、いい結果が残せるように頑張りますこの料理を通して、私たちお母さんたちは、もうすごい感謝の気持ちで、逆に、逆に感謝の気持ちでいいっぱいになりました生徒たちは今月26日に、神奈川県で行われる最終審査に挑みます。